combat mode. アンジールの顔がついてる。ジェネシス以外のコピーも可能になったというわけだ。本社ビルのトレーニングルームに、うん、セカンドたちの留守に忍び込んではよくふざけていた。ジェネシス、アンジール、俺、本当に仲がいいんだ。どうだか。深淵の謎、それは女神の贈り物。我らは求め飛び立った。さまよい続ける心の源、かすかなさざ波を立った。ラブレス第一章。詳しいな。毎日聞かされれば嫌でも覚える。ヘラヘラして剣を振るなよ。どっちがだ。おもちゃの剣は片付けろ。さすがはセフィロスか。アンジール、下がってくれ。セフィロスと勝負がしたい。ジェネシス、俺も英雄になるんだ。いいだろう。その余裕いつまで持つかな。ビルを破壊する気か。英雄になりたいだけだ。
邪魔だ。ジェネシス。かすり傷だ。放っておいてもすぐ治る。約束のない明日であろうと、君の立つ場所に必ず舞い戻ろう。で、平気だったのかよ。問題ない。ジェネシスの傷についてはな。だが、アンジールが。アンジール、どうかしたのか。その後、延々とアンジールに説教された。なんて。いつも同じさ。心構え、夢、希望、そんなのだ。ああ、わかる気がする。やはり二人はホランダーと組んでいるのか。どうしてこんなことに。アンジール、何してるんだよ。どこにいるんだ。この先にホランダーの研究室があるらしい。施設の非公式な研究室だ。アンジールの行方とつながるかもな。よし、行ってみよう。Activating combat mode.Activating combat mode.
Let's go.